スケバハゴロモユリケーニアフェイシアリスはハゴロモ科に属する昆虫の一つ。ベッコウハゴロモに似て全子の透明な窓がとても大きい。体長6ミリメートル程度で羽の端までなら9から10ミリメートルに達する。また羽を開いた場合の幅は17から19ミリメートルになる。体の色は全体に黒褐色。頭部は暗褐色で前後に短く、円は隆起している。 副眼は暗褐色で単眼は黄色。触角は高褐色で顔は幅が広くて暗褐色。両側が高褐色で中央と両側面にそれぞれ一条縦方向の隆起線があり、側面のものは高端に達しない。前胸背は黒褐色で短くて小中線沿いに隆起がある。小立板は黒褐色で背面に三本の縦方向の隆起線があり、 前端でそれらは互いに接近している。それらの外側に一畳の短い縦方向の隆起がある。腹部背面は暗褐色。体の仮面と不足は一様に気褐色になっている。前肢はほとんどが無色で、死脈は暗褐色。前肢の縁沿いは幅広く暗褐色になっており、前肢前縁の中央より少し外の位置には、はっきりした黄色の反紋が入り、 その外側にはそれよりずっと小さな無色の反転がある。前紙の外縁も暗化色だが、その内側にはその暗色の帯に平行するように、横脈が互いにつながって黒っぽい細い帯状肝に見え、さらにその内側には不連続の暗色の帯状斑がある。それ以外は透明で、孔子も死脈と外縁が暗色である以外は透明となっている。幼虫は不可時には、 白6色をしており、成虫と同様に頭部は三角をなし、興奮は長い。体の第7.8節に小毒器があり、ここから白くて長い毛束が出ている。年1世代で越冬は卵で行う。成虫は7月下旬から8月上旬に浮かし、その生息密度は8月中旬から下旬に最も高い。成虫はよく歩き回り、またよく飛ぶ。 メスはウカの2週間後から産卵を始める。産卵場所は細い枯れ枝の先端近くで、木部に達する傷を作り、その中に卵を産み込む。卵は楕円型で先がやや尖っていて、長さ0.6ミ、mm、リメートル、乳白色を呈する。卵は一つの傷に一つ、十数個をまとめて産卵する。メス一個体の産卵数は30から40で、産卵期間は10日以上にわたる。 卵はそのまま越冬し、次の年の5月上旬から中旬にかけて孵化し、新章や枝の上部に移動し、往々にして、集団を作り、吸収して成長する。また、老物質を分泌する。日本では、本州、四国、九州と奄美大島から知られ、世界的には他に、台湾、中国、インドに分布する。本州は当初は、いアセラスファシリスとされ、 一つ目羽ゴロモイやセラスの足とされた。この種では、羽の半紋が螺旋状に連続している。この種は、石井他編では、台湾、中国、インドに産するとされていたが、後に、日本でも奄美大島以南に分布しているのが分かった。日本では他に、類似のものに、別行羽ゴロモリーカニスジャポニカがある。この種は、全種が褐色で透明な窓は狭い帯状となっている。 また、アミガサハゴロモポチャジアフスカタアルバマキアラタは、全自然面が褐色で表面が暗緑色の粉で覆われる。クワ畑の害虫となる。本種はクワによく出現し、幼虫成虫ともに、新象から吸収して加害する。ただしその害は、直接的には大きなものではない。しかし成虫が、奇凶、病菌イサリアファリーノーザに感染して死亡することがよく、あり。 その死体が感染源となって、解雇に気境病が蔓延し、初衆産や晩衆解雇に大きな被害を与えることがある。また幼虫や成虫が分泌する老物質や脱皮核などが多く付着した場合、桑の葉が解雇の資料として使えなくなる場合もある。以下、種として、石井保科編、P324, 梅谷、岡田、P607 以下、種として、 梅谷、岡田、P607、伊藤田編長、P160、石岡編、P324、安松ほか、P129、梅谷、岡田、P607、ありがとうございます。